おはようございます、6月5日腹筋ローラー67日目、ダイエット始めてから42日目になりました。当たり前ですけど、昨日と比べて、体の変化を含め、変わっていることは、ないですね。ダイエットの方もそうですね、今のところちょっと倦怠期っていうか、体重減ったり増えたり増えたりの状態に入ってきているので、その辺も含めて、見た目も変わってないですね。毎朝ちょっと鏡で自撮りはしているんですけど、全く変化はないです。腹筋の方も、右腹に比べて左側っていうんですかね、の方がやっぱりちょっと出方が浅いというか、分かりづらいっていうんですかね。意識してその左部分をに負荷をかける時々できてるような時もあるんですけど、ちょっと今、模索してます。だから腹筋ローラー、繰り出す時にちょっと左右にずれてまっすぐっていうより、ちょっといくらか斜め方向に出てって戻すっていうのがいいのかな。明日からちょっと少し取り入れてやってみたいと思っています。腹筋ローラーの方はもう習慣になってるので、今のところ何の始めた時は精神的な苦悩苦痛があって、結構気持ち重たかったんですけど、今はそんなこともなくできるようになってきたんで、続けて、生きながら、自分なりにその負荷のかけ方をちょっと模索していけたらなと思っています。引き続けていきますので、またよろしくお願いします。